あ、控え室にいますね。こりゃやりやすいぞ。本当ですか、ゴッド。ああ、こいつはやりやすいぞ。どういう意味でですか、ゴッド。こいつ会話この人うまいから。あ、お世話になっております。お世話になっております。この度は本当におめでとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。すいません、ちょっと打ち合わせを抜けてきておりまして、ちょっといつ、書のものが通るかわからない状態で今、電話をかけているんですけれども、このスリルを楽しんでいきたいなと思って、本当におめでとうだけお伝えしたく、お邪魔しております。ありがとう。失礼いたします。すみません。せっかくのお祝いの場でこんな凍えてて外で。すみません。こんな時に来てくれるの。嬉しいよね。聞きたいやつ。いいよ。あ、会話する際のアドバイスを一つください。はい、のアドバイス。はい、あ、それはあれですよね、関城様が他の他社さんとやれたりする際にってことですよね。そうです。あ、いつ会社の人が通るかわかんないから。そうです。それはあれですかね、社内ですか、それとも社外のお取引先、新しくみたいな新規のクライアントとお話しされる際とかですか。もっとどういう意味。一旦社内、です。はい。一旦社内であれば、多分、関城さんのそのキャラクター性を、知ってる方たちばっかりだと思うんですよ。はい、なんで、特に取り繕わなくて、そのまま自然体のまま、喋らなかったら喋らなかったで話振ってくれる、チームができてると思うので、やはりそれぞれのそのキャラクター性を重んじて、向こうのこう、なんだろう、向こうがどうアプローチしてくるかで、そのリアクションするだけで十分コミュニケーション取れてると思います。ですから社外の場合なんですけど、やっぱり関城さんのお人柄を知ってる方と、まだあんまり、仲がそこまで深まってないっていう場合があるじゃないですか。その場合に、やっぱり自分からなかなか行けない時、どうするかなんですけど、やっぱり相手との共通点、例えば、あ、ゴルフお好きでしたよね、とか、なんか、例えば、あ、お休みの日とか、あ、僕も家でネットフリックスめちゃくちゃ見てるんですよとか、なんかそういうその共通のお題を事前にウィキペディアとか、ウィキとか、あと SNS とかから拾っておいて、いくつかストックしておくだけでも、実際に会話の中で使わなかったりとかしても、それが安心感につながるかなとは思いますね。なるほど。はい。そういうストックを持っておくことによって、安心した気持ちでコミュニケーションが図れると。最悪、あ、そう。最悪これ出しとこう、次これ出しとこう。次は、まあ、もし話、一回静かになっちゃったらこれ出しとこうって感じですね。なるほど。はい。これはもう引き続き、お取引の方よろしくお願いします。お取引の方よろしくお願いします。あ、恐れ入ります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうです。慌ただしく大変失礼いたしました。はい。ありがとうございます。失礼いたします。はい、誠におめでとうございます。失礼いたします。ありがとう。ちょっと待っててか。そう、関城さんが難しい言葉使われすぎて何を言ってるんかわからなくなっていたっていう。あれはやっぱりスパイ活動というか。ああ、スパイ活動ですね。急だったから、あ、なるほど。言語を言い換えてたっていうことですよね。そうですね。いつもよりちょっと難しい言葉は、使ってましたね。周りに会社の、スパイの仕事なんでね。バレないように、会社の取引先の人と話してるような。なるほど。風にやってましたね。